いよいよ1型戦闘機第6世代の編容が出てきたみたいだな。え、まだ最近まで第5世代の戦闘機の話してたじゃん。もう次世代戦闘機の開発が始まってるの？そうだね。現段階では開発に入っているというよりも、どういう方向性で次世代の戦闘機の開発を進めるかってことかな。防衛省は2020年12月に航空自衛隊の F2 戦闘機を後継する、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で進める方針を定めたそうなんだ。開発はまだ先の話ってことなのか。開発をどういう方向性で進めていくかってことなんだね。次期戦闘機の方向性を決める上で、新型の単独開発または共同開発、既存の戦闘機の改良型の導入という3つの方向性で検討され、最終的に2018年の中期防衛力整備計画で、外国との協力を視野に我が国主導で開発という方針を定めたそうなんだ。これ、今回は日本が主導で開発を進めるのか。それは楽しみだな。うん、そうだね。次期型戦闘機はこれからの防衛や戦い方を考えて、今までとは違った発想で開発されるみたいなんだよね。日本主導で開発なら世界を驚かすような戦闘機を開発してほしいね。ところでよ、今までとは違った発想ってどういうことなんだ。ただ性能を向上させていくとは違うってことだよな。そうだね。それじゃあ今回は現段階で予測できる性能や運用目的などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。戦闘機の任務で考えられるのは、航空偵察、航空優勢の獲得、地上部隊への援護、艦艇の航空援護、弾道ミサイルや巡航ミサイルの撃破、地上敵部隊に対する攻撃、敵艦艇に対する航空攻撃など様々な任務が考えられるよね。うわぁ、戦闘機ってやることが多すぎて大変だな。だからこそ戦闘機の開発で他国に遅れを取ることはできないんだよ。これだけの任務があるんだから、戦闘機の強さイコール国の強さって言っても過言じゃないよな。そうだね。日本の周辺国では第5世代の戦闘機の配備がどんどん進んでる。これに対抗するために、防衛省は新たな戦い方ができる、次期戦闘機の開発が必要不可欠だと考えているんだよ。この次世代戦闘機のコンセプトは、高度な情報化、高度な知能化、そして瞬時に敵を叩くことができるこの3つの頭文字を取ってアイファイターと称しているんだ。かっこいい、コンセプトはわかったけど、どういう能力なの？まずは射撃機会が増えるってことだね。無駄撃ちの排除、誰かが撃てる、撃てば当たる、各戦闘機が持っているセンサー情報やウェポン情報を、データリンクで共有し、編隊内で総合的に分析を行うんだ。今までの戦闘機なら敵機を自分で発見、ロックオン発射、誘導してたんだけど、次期戦闘機は味方機で発見、ロックオン発射、誘導が分担してできるようになるんだ。それと、敵に逃げる機会を与えないってことかな。弾数に縛られず、撃てば当たるエネルギー兵器、マイクロ波、高出力レーザー兵器を装備するんだ。これは発射すると高速で飛ぶので、瞬時に敵に当たるんだ。あとはフライバイト方式だね。聞き慣れない言葉だけど、機内での情報伝達機能だね。列国は強力な電波を相手に照射して、兵器や通信機器の妨害を試みるんだよ。フライバイト方式では光ファイバーで操縦や情報伝達を行うために、この妨害にも強い威力を発揮することができるんだよ。おいおい、すごいハイテクだな。どういう戦い方になるのか想像もできないわ。まだまだあるよ。戦闘機には最も重要視されるステルス性能も各国の戦闘機を凌駕すると言われてるよ。それとは逆に敵機のステルス機は瞬時に発見できる、ハイパワーレーダーが備えられるそうだ。それだけの超ハイテクな機体をハイパワースリムエンジンが支えるんだ。聞いてるだけでも性能がすごすぎて本当にできるのかって思ってしまうよ。大丈夫だよ。日本の開発力と技術力は最強だぜ。うん。日本が開発に乗り出すのならやってくれると思うよ。これだけのハイテク化により当然戦闘機の戦い方も変わってくるよね。これからの戦闘機の戦い方は、先に敵を発見し先に撃墜しなくてはならない。アメリカの戦略予算評価センターの分析では今までのような、戦闘機同士でのドッグファイトは減ってくるそうだ。次期戦闘機が目指す次世代の戦い方は、ミサイルを母機として、無人機を先に出して、スタンドオフセンサーとして、有人の大型超音速戦闘機が後ろから無人機を制御するような形になると思う。この戦闘は無人機随伴の複数の大型超音速戦闘機編隊のグループ戦闘になってくるだろうね。なるほどな。映画で見るような有人戦闘機同士の、一騎打ちみたいなのがなくなってくるんだな。
そうだね。この新たな戦い方では、編隊内のセンサーが敵を見つけ、編隊内の兵器が効率的に撃ち漏らすことなく敵を攻撃し撃墜するという戦い方になるね。数的劣勢下ではこの戦い方が効果を発揮すると言われてるんだ。軍事的な規模としてはあまり大きくない日本にはうってつけの戦い方というわけだな。なんか難しそうだけどすごいってことだけはわかったよ。あと次世代戦闘機のエンジンやステルス性能なんかはどうなの？それじゃあそれも見ていこう。次世代戦闘機はエンジンをスリム化させなおかつ、大出力化を両立できると言われてるよ。水力変更のノズルは全方向20度の方向変更ができて、ジェット噴流方向を変えることにより、舵面だけで行う方向変換に比べると小回りが効いた運動が可能になるんだ。超音速で飛び回る戦闘機にとって小回りが効くということは、戦闘時に大きなアドバンテージになるよ。ステルス性能は相手からのレーダーの反射を、いかに最小に抑えるかが重要なんだ。翼下や胴下に搭載される兵器を、胴体内部に格納しレーダー反射が大きいエンジン反面を、隠すような曲がったインテークダクトなど新しい技術を適用することにより、優れたステルス性能が発揮できるようになるだろうね。エンジンやステルス性能だけじゃないよ。次世代戦闘機には人工知能も搭載されるらしいんだ。これからの戦闘では目視できない距離での戦闘も想定される。もちろん戦闘機の機能も多くなるから、人工知能の支援を受けつつバーチャルヘルメットの映像を、見ながらパイロットがデータリンクで繋がった司令部の命令に従って、戦闘機の操縦をすることになるんだ。まるでゲームの世界だな。本当にそうだね。実際に防衛庁は無人機の開発にも積極的に取り組んでるんだ。まず有人機を改造して、用途や任務によって、有人、無人の運用が切り替えれるような戦闘機を作り、これを支える人工知能の開発に力を入れているそうなんだ。将来、無人の戦闘機が空を飛び回り無人機同士で戦闘するようになるんだね。なんかどんどん映画で見たような世界になってるね。いつかその人工知能が暴走して、みたいにならないよね。人工知能が兵器に搭載されると聞くと確かにそんな心配も出てくるだろうね。そういう映画多いからね。でも、これからの防衛や戦闘には人工知能は必要不可欠なんだ。それは、どの国も無人機の研究や開発に力を入れているからね。これだけ、兵器の機能が発達すればいくら優秀な人材でも、人間がコントロールするのは限界がある。人工知能と人力の融合が必要だよね。あくまで、人工知能を管理するのは人間、すべてを人工知能に委ねるのは危険だと思うよ。将来すべての兵器を管理する兵器が開発され、その人工知能が暴走、それに誘発され全世界の人工知能が暴走となれば人間の世界は終わりだね。話が逸れてしまったね。日本が主導で開発する第6世代戦闘機、本当に楽しみだね。今後の新たな情報を待ちましょう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はーい。雑学の時間だよ。待ってた？待ってました。今日は何のお話をしようかな。それじゃあ今回はアニメにまつわる雑学で行ってみよう。ルパン三世はみんな知っているよね？実は我々がよく知っているルパン三世の顔は変装であり、素顔については誰にも知られてないんだ。普段見せている顔は実は変装している姿なんだよね。これは公式設定としてルパン三世は素顔を誰にも見せていないことになっているんだ。ルパン三世は大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫であり、ルパン三世は祖父のアルセイヌ・ルパンを尊敬しているという設定があるんだ。そして、ルパン家には泥棒としての指南書が存在していて、ルパン三世はアルセイヌ・ルパンの指南に従って、決して誰にも素顔を明かさないようにしているんだ。そのため、ルパン三世の素顔は仲間の次元大介や石川五右衛門にすら知られていないんだ。ルパン三世の顔は誰にも知られていなかったが、2018年になって藤子だけには明かされたんだ。2018年に放送されたルパン三世パート5の最終回において、ルパンは藤子に私はあなたの何？と問われました。そこで、ルパンは藤子のことだけは信頼しているという証として、変装しているマスクを取って素顔を見せたんだ。マスクを外した素顔は黒塗りとなっていたため、ルパンの素顔を知っているのは世界で藤子だけってことだね。それと、ルパン三世といえば、大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫という設定になっているよね。でも、モンキーパンチ氏がルパン三世を描き始めた当初は、違う設定だったんだ。最初はアルセイヌ・ルパンの孫ではなく、あまりの怪盗っぷりに、ルパン三世という愛称で呼ばれるようになったという設定だったんだ。しかし、編集者から面倒くさいからアルセイヌ・ルパンの孫ということにしようと、
持ちかけられて、結局は現在の設定になったんだ。モンキーパンチ氏の構想では、ルパン三世の舞台が1967年だったことから、単純にアルセイヌ・ルパンの孫世代あたりが活躍をするというだけで、孫にしようとは考えていなかったみたいなんだ。最後に、ルパンには子供がいるって知ってた？1975年に刊行されていた少年アクションという雑誌では、ルパン小僧という漫画が連載していたんだ。この物語はルパン三世と藤子の子供が、ルパン四世を目指すというストーリーとなっていて、ルパン小僧の1話や18話では、お父さんであるルパン三世が実際に登場しているんだ。しかし、少年アクションが休刊した影響を受けたことにより、ルパン小僧も18話で打ち切りとなってしまったんだ。以上、ルパン三世の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。